伝説の勇者。多くの人を助けるスーパーヒーローは、古今東西あらゆる媒体で主人公として描かれてきた。伝承、小説、漫画、映画、ゲーム、これらがその主な舞台だと思われるが、かつて文房具の中で暴れ回る、伝説の勇者が存在したのだ。キゲイライさん。それでは今夜も一風変わったゲームを見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。トミー製作の、エスパークス、失われた聖石ペリバロンと、異時空からの来訪者。今回はゲームの紹介をする前に、このエスパークスという勇者について話していこう。こちらはタレパンダやリラックマを擁する、3X によって生み出された、男児向けのキャラクターだぜ。1989年から95年まで、ノートやカンペンケース上で連載された漫画作品。退屈な授業中でも堂々と漫画が読めるということで、子供たちからは大絶賛、親たちからは目の敵にされた正義の味方だぜ。90年代大変な人気を誇っていたんだけど、今回はその人気にあやかったゲーム化作品だよ。最初に発売されたのはゲームボーイの方で、備品だと6万近い値段がするようだ。スーファミの方はもともと93年に発売する予定だったんだけど、開発の遅れで95年に延期となってしまった。延期と開発がトミー、それだけで嫌な予感しかしないが、まずはゲームボーイの方から見ていこう。こちらはパッケージなどから確認すると、パート5、6のエスパークスが主人公のようだ。こちらは原作とは無関係で、オリジナルのお話が展開していくぜ。ステージ間で一応文章が表示されるんだけど、どんなお話かは理解不可能。ゴアガイルって悪い奴を倒して、ペリバロンって聖石と、天使の指輪を集めましょうくらいしか理解できない。今作はオーソドックスな横スクロールアクションとなっている。最大6ある体力と、無制限のコンティニューで、遊びやすい作品になっているぜ。A でジャンプ、B で攻撃なんだが、セレクトを押すことで3種類の攻撃を切り替えられる。こちらは拡散するけど、画面から弾が消えるまで攻撃できない。この雷みたいなのは、上下に発射されるが射程が短い。基本のショットが一番使いやすいね。そしてこの他にチャージショットが使用できるんだが、このハガちゃんが落とすアイテムが必要になる。最初完全に敵だと思っていたんだけど、この火の玉のようなアイテムを取ると、右下の数字が増える。この数だけチャージショットが打てるんだが、チャージ中は一切動くことができない。使い勝手が悪すぎて、最後まで6に使用することがなかったよ。そして敵を倒しスコアが3000を超えると、スーパーエスパークスに変身。この状態になると攻撃力が上がるようだ。ステージの終わりにはしっかりとボスが配置され、それぞれきちんとパターンが組まれている。こいつは全ての職種を倒さないといけない。ステージによっては中ボスも配置されている。基本的に体力さえあれば、ゴリ押しも十分可能なくらいの難易度になっているよ。そしてやられた時ありがたいのが、細かく設定されたチェックポイント。ステージ中にもチェックポイントが設定されており、無限コンティニューと合わせて、リトライの快適さは素晴らしいと思うよ。しかしアクションゲームとして見ると、いろいろとダメなところが目につく。次の足場が見えないままに、一か八かの踏切を要求される。突如として出現する敵。ドラゴに乗って進むステージでは、その操作性が足を引っ張る。上を押している間だけ上昇し、攻撃以外では対空ができず、すぐに落下してしまうんだが、回避不可能な速度で弾が飛んでくる。しかし初見でも1時間以内にクリアできる難易度。グラフィックや BGM はいいんだが、全体で見るとダサく、凡作に収まると思うぜ。ゴアガイルを倒し、一切描写はなかったけどペリバロンを集め、天使の指輪で女神様を復活させて、このゲームは終了となる。原作を読んでいても意味不明なんだが、強引なハッピーエンドを見たところで、スーファミの方に移ろうか。
が遅れに遅れた今作。こちらはパート7、8を元にした、アクション RPG となっているぜ。ゲームの方は原作と同じく、プレイヤーを反映した七種の少年が、誕生日を迎えるところから始まる。お小遣いと早く帰るようにだけ告げられ、家から放り出されるんだが、一体何をすればいいのかわからない。ここでは全ての街の人に話しかけ、フラグを立てていかないといけないんだけど、このゲームでは何をすればいいのか、何をしているのか、大変わかりづらくなっている。実際我々もここで詰まってしまって、早くもゲームの評価を少し下げざるを得なくなってしまった。なんとかフラグを立てて戻ってくると。原作通りに少年は雷に打たれてしまう。そこに現れたのはバーバ。こいつはプロトルードという、異世界からやってきた邪悪な生命体。本来ならこちらの世界にやってくることはないはずだが、とある事情により異世界との扉が開いてしまった。光の玉とやらを求めて、この世界にやってきたんだけど、そこに居合わせた少年の両親は、子供たちを逃がすためにその命を懸ける。お話の取っかかりの部分、敵味方の主要キャラ、これらの要素は原作通りなんだが、これ以降はゲームオリジナルの展開が続くぜ。エスパークスの親友であるキースケによって、間一髪のところで助かったゆっくり少年。プロトルードと戦うために、キースケと共に旅立つことになったぜ。まあどこに行けばいいのか、まともに教えてもらえないんですけどね。周りの住民からクラップ村の名前が出たので、空気を読んでそこに向かうことになる。どこにクラップ村があるのか、なんでそこに向かうのか、プレイヤーに対する動機づけが本当に貧弱なんだけど、ここからはゲームプレイについて話していこう。今作を一言で表すなら、劣化性剣伝説2。操作性や味方の AI、ゲームとしての出来を何段階も落としたような作品だよ。主人公が可能な行動は、通常攻撃。アイテム使用。こちらはショートカットの他にメニューからも使用できる。そして ESP の使用。こちらは発動中無敵だが、味方や敵が使用している間は使用できないぜ。また味方に指示を出すこともでき、作戦に応じた行動を取ってくれるとのことだけど、ぶっちゃけあまり使う場面がない。ESP を使いを選択しても、あまり使用してくれないので、仲間というよりおとりくらいの感覚だな。そして実際の戦闘については、いろいろと問題を抱えている。非ダメージの無敵があまりにも短いため、遠距離攻撃の敵には近づくのが困難。ここでちょっとキースケに注目。アイテムで復活させたんだが、短すぎる無敵時間のため、攻撃が多段ヒットしそのまま死亡してしまった。ハメ技のような攻撃だけれども、これはもちろんプレイヤーにも襲いかかる。このゲームはバランスが大変悪く、後半に進むにつれて敵の攻撃力がインフレする。経験値のバランスも大変悪く、終盤になると1レベル上げるために、数百体の敵を倒さないといけない。通常攻撃を当てようとすると、停滞反撃を受けるため、ひたすら ESP を連射するだけのゲームとかすぜ。幸いお金は困ることないし、EP 回復アイテムは大量に手に入るので、それが余裕でできてしまう。むしろそれ以外の方法だと、即死の危険が高すぎるぜ。そしてゲーム進行についてなんだけど、実に狭い範囲を何度も往復させられることになる。始まりのページ村、最初の目的地であるクラップ村。クラップ村を経由して向かう古い遺跡。ページ村近くの洞窟から向かうリッチ村。そしてサレドリア城。これらのポイントを何度も往復させられるぜ。そしてこのポイント間の移動がとても長い。最初のクラップ村まで向かうのに、初見だと20分近くかかってしまった。聖剣伝説2だと村を追い出されてから、水の神殿に向かうまでわずか数分。テンポよくイベントが起こるので飽きないんだが、こちらはそうはいかない。
道中一切のギミックはなく、ただひたすら歩くだけとなっている。特に理由もなく向かったクラップ村で起きるのは、仲間を集めろと言われるイベントだけ。原作の方は文房具上で展開された漫画なため、小回りやボリュームが制限されているので、お話が理解しづらいところが多々ある。しかしこのゲームはそれを上回ってわかりづらくなっている。そして具体的に何をすればいいのか、ここでも教えてもらえなかった。ここでは空気を読んで、村人の話にある東の洞窟に向かわないといけない。洞窟の奥にいたのはバーバだった。ここでは光の玉がエスパークスの精神だったこと、プロトルードに立ち向かうため、エスパークスの力を解放することなど、原作とは少し違った展開が見られる。その点に関してはいいんだけど、戦闘後のイベントがお粗末。少年とエスパークスの精神が融合しましたってな話なんだが、そこは問題じゃない。問題なのはこれからどうすればいいのか、一切誘導がない点。ここではノーヒントでページ村まで戻らないといけない。リレミト的なアイテムはあるんだけど、ルーラは存在しないため、徒歩で移動するしかないよ。イベントの薄さをごまかすために、とにかく移動させられるんだが、お使いさせられている感が強いぜ。一応終盤になると船が手に入るんだけど、結局移動しないといけないので、あまり楽になった感じはしない。おまけに過去、現在、未来の、3つの時代があるんだが、マップチップが変わっているだけで、構成自体は変わっていない。この時点ですでに何度目かの訪問だけど、未来のサレドリア城を訪れると、原作のラスボスであるギルティとの戦闘。無事倒すとどうでもいい捨て台詞を吐いていくんだが、もちろんこの先どうすればいいのか誘導はない。まあ歩いてページ村に戻るんだけどね。現代のページ村に戻ってくると、ギルティの細胞を除去するために、またしてもサレドリア城へ向かえと言われる。このように二度手間を強要されるんだよね。再び徒歩で向かわないといけないんだが、未来のサレドリア城に向かっても何も起こらない。ここでは現在のサレドリア城へ向かわないといけない。ギルティを倒したのは未来なのに、ノーヒントで現代に向かわないといけない。攻略情報なしで8時間程度でクリアしたんだけど、とにかく水増しと感じる部分が多かった。このゲームは小さい頃にとても欲しかったんだが、結局手に入れられずに、大人になって初めてプレイすることができた。しかし序盤をプレイした段階で、あまりにもつまらなかったため、押し入れの底に眠っていたよ。今回1年発起してクリアしてみたが、思い出は思い出のまま残しておくべきだったな。アイテムの所持数も確認できない UI など、普通にプレイするには辛い部分が多すぎたね。そしてこいつがラスボスなんだが、体力最大のサジタリアスを即死させるくらいには凶悪。しかしやることはいつも通りドーピング ESP。緑の柱は多段ヒットするので、当たると即死の可能性がある。当たらないように祈祷しつつ攻撃していくと、なんとかボスを倒すことに成功。味方は即死トラップに突っ込んでいくので、最終戦では全く役に立たなかったな。そして言われた通り薬品を撒いて、ギルティの細胞を消滅させて、ハッピーエンドということになっている。ということで今回はこのまま総評に行こうか。ノートを持っていればそれだけでヒーロー。カンペンケースも貸してくれとみんなの人気者。そんな思い出を掘り起こすために、今回プレイしてみたんだけど、そのまま埋めておくべきだったね。よくあるキャラゲーの例に漏れず、エスパークスもその輝きを失ってしまった。今回キゲイライさんで取り上げたんだけど、ゲームが変わっているというより、変わったキャラのゲームだから取り上げたよ。原作の方はただいま電子書籍で読めるので、当時を懐かしむならそちらをおすすめするぜ。まあ文房具だからこそ楽しめたことに気づいて、ちょっと切なくなってしまうだろうけどね。それでは今回はここまで。またね。